こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会波の支部です。本日のメニューは山菜のちくわ詰め合わせ天ぷらでございます。教えてくださるのは後藤さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてお借りしてきた器はこちらです。阿蘇市波野にあります生成釜さんの作品をお借りしてきました。生成釜さんのご紹介は番組の最後に、お知らせしていますのでぜひご覧ください。では後藤さん、はい、今日はいろんなお野菜が並んでいます、はい、これ全部旬のもの。そうなんです ね、まあはい、これはウドですね。ウド、はい、今が旬なんですか。そうなんですよ、はい。そしてこちらにあるのが人参とタケノコとそのフキ、はいはい、このタケノコは、モソだけ。そうなんです。ちょっとなんか色が、はいね、違いますけどちょっとね、アクを取るために、はい、ちょっとコーヒーの粉を入れてちょっとやってみました。はい、そうなんですね。だからこういった色になっているんですね、はいはい。まずは何からしていきましょうか。うどですね。うど、はいはい、これも立派なうどですね。はい、お願いします。これはどこから取ってきたんですか。これはあのうちのね、うん、ちっちゃい株を、うん、あの取ってきて、うん、あの畑のちっちゃいところにね、あの栽培してらっしゃる。はい、そうなんです。はい、大体は詰め合わせにするためにはこの半分に最初からこう切っちゃくんだね、ちくわを。ちくわを、うん、はい。よし、これはもう生のままでですね。あ、うどは生のまま、はい、うん、ちくわに詰めちゃう。そうなんですね。うどって生じゃ食べられないんですか。食べられます。食べられる、はい、好きな人はね生で食べてらっしゃる。このまま食べてみてもいい、はい、ですか。いいです。いただきます。あ、美味しいですか。あの、うん、みずみずしくて歯ごたえがあって、それこそ味噌。そうですね、うん、このままだとちょっと苦味が、そうそうそう、うん、強いけど、うん、とっても美味しい、うんうん、楽しみ。はい、じゃあ材料の下ごしらえができたので、はい、そうですね、今は詰めて、じゃあ今からちくわに詰めていきます。はい、さすがですね、撮影のいろんなことを分かっていらっしゃる。あ、ね、綺麗、はい、はい、早速いただきます。いただきます。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市波野にある生成窯では穴窯と呼ばれる古来の窯で釉薬を使用せずに焼き締めという技法で作品が作られています。味わいのある色が特徴で、工房には素朴で味のある作品が並んでいます。